強いアーチが組めるんですよ。以上、反抗期。こんにちは、バジョンナオです。ウッシーです。オルジュシュ、シンペルです。今回の動画は、初心者でも簡単にできるベンチプレスの足の使い方。初心者向け動画。はい、初心者向けです。はい、最近パワーチューブ初心者向け再生リストを作りましたからね。今回の動画もこちらに入れます。おすすめの動画、しっかり僕が厳選してまとめましたので、この動画の後に見てください。圧がすごいですね。はい。まあ、ということでですね、足の使い方って難しいじゃないですか。僕らもいろんな動画出してますけど、最近ですね、僕これ初心者このやり方が一番足の使い方分かりやすいんじゃないかっていうのを発見してしまいました。最近ありがたいことにビッグ3のパーソナルルーティン作ってくれる方が多くて、はい、まあ、その中でこうベンチを見てたりするとこういう教え方するとすごい伝わりやすいので、こういうの自分で分かってきて、だから早速行きましょうか。よろしくお願いします。では早速足の使い方やっていきましょう。で、僕らの今までの動画でも足の蹴る方向ってすごい言ってきたじゃないですか。こっちに蹴ってっていうの、はい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 、言ってたじゃないですか、はいはい、だからバーベルってね、ちょっと斜め下に降りますよね、はいはい、で押すときにこの方向に押すと、でなおかつやっぱこう足で押したときに胸が立つ方向に押してください。え、もうそれでいいんじゃないですか。これでいいんですよ、はい、なんですけど、なんですけども、僕らはいいと思うんですよ、ある程度もう慣れてるから、はいはいはい、でもじゃあ初心者の人とかにこの力入れてくださいって言ってもやっぱちょっと伝わりにくくて、あ、それでは伝わらなかったんですね。はい、ちょっとさらに足の力伝わりやすくなる方法を見つけてしまったんで、うんうん、でですね、今回ちょっと意識してほしいのは、はい、膝なんですよ。普通だったらこっちに蹴ってくださいって思うじゃないですか、はいはいはい、なんですけど膝をこっちにやるっていう意識の方を持ってるんですよ。なるほどね。足力入れてるじゃない、こうよりも、はい、こっちにスライドさせとくんですよ。この力の入れ方ね、今膝こっちに行ってないじゃないですか、うん、これでグッて踏ん張ってもできるんですけど、うん、これで重い重量になった時にアーチ作ってますよね、うん、これで下ろしてくると膝がねこっちに行ってちょっと崩れたの分かります。はい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 、はい、でもこっちに膝を入れておくと強いアーチが組めるんですよ、これマジで。はぁ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 、これね自分にもすごい最近当てはまってて、うん、結構高重量になった時に、うん、足やっぱなんか力抜けてるなみたいな時とかは、うん、よりこう膝をこっちに行った方が強いアーチが組めるんですよね。ちょっとそれをね体験してもらって、藤原さん体験して。いつもだとまだこういう感じじゃないですか、はいはい、でラックアップしてもらって、はい、足の力ね、今ちょっと膝こう前に出てるんですよ、はいはい、こうウッディさん、そう、膝、膝そっち、そう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 、そうそうそう、そう、ウッディさん、その膝キープしたまま、そう、ベンチ、膝キープ、膝キープ、膝キープ、どうすか、どうすか、どうすか、膝キープ、蹴れる、これ、膝ちょっと下ろしてきたときに、ちょっと抜いてみて、前に、一気にこれ、力抜けるっす、ああ、そうそう、もうね、ああ、もう圧が高まってる感ありますわ。なんか、アーチの強さが全然違うんですよ、へぇ、蹴れる。最近このアーチを高くっていうよりも僕こう強くすることすごい大事なと思い始めてて、高く高くしようっていうよりもアーチが崩れない強いアーチ、重いのにも耐えてガッと押せるこのアーチの方が、まあ、高さも大事なんですけど強さも大事なんです。でそれを強くするためにこの入れ方、うん、めっちゃいいんじゃないかなと思うんで、そうで、これめっちゃ大事なのが、はい、滑り止め絶対あった方がいいです最初は。はい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 、まあ、あとね個人的にこの四頭筋の柔らかさも大事だと思うんで、四頭筋硬いとね蹴れないんです。ああ、それは分かるな、めっちゃ。今回の動画は以上になります。この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録してパワーチューブ入部お願いします。それでは皆様、良いパワーライフを。